皆さん、こんにちは、こんばんは、おはざいます。はじめましての方は、はじめざいます。今回は、俺です。ハードコア、俺です。キールコンファームをやっていきたいと思います。前回ですね、ハードコアのニュークタウンをやろうと思ったら、誤って普通のニュークタウンに来てしまい、ハンドガンで地獄を見たので、今回は5度確認してからここに来ました。今回こそハードコアになってます。何使おうかな。まあ、ノーマットで。トルク強いんだよね。ハードコアのトルク、レーザーワイヤーっていうか、まあ、チンゲに絡んだ時点で死亡、ヒーターに照らされた瞬間死亡というマゾシステムになってるんで、ハードコアだな。左上ないな。よし、今回はヘッドショットを普通に稼いでいく、まあ、今回こそ作業になるので、おまーん。まあ僕が最近知ったですね、最近エモいと思ったものを紹介するコーナーっていうのを早速やっていきたいんですけど、今回ご紹介するのは多分もう映画館ではそろそろもう終わり、多分やってないんじゃない、東京だったらね、やってるとこなかったはずなんだけど、まあご存知の方はご存知かと思いますが、フェイト、ステイナイト、ヘブンズフィール2章、こちらですね。あまーしでいい、フェイト。いや、お前いる、まだフェイト見てないやつ。いや、お前ちょこの中で FGO やってるけどフェイト見てないっていうやついる。いや、 FGO やってるやってないはもうマジでクソどうでもいいんだけど、ストーリー関係ないからね。フェイトシリーズ見たことないとかいる？もうあのね、俺の動画とか見なくていいから、もう今すぐ Amazon プライムでフェイト見ろ、マジで。わかるか？もう俺の動画に10分使うならフェイトに10分使え、マジで。頭見えねえ、ま、頭くれよ、お前。何の話してたんだよ、フェイトだよ。まあ、フェイトのシリーズ、まあ、僕は一応、まあ、ステイナイト、ゼロ、アンリミテッド、ブレイト・ブレックス、もう全部、見てるんですけど、あのね、やっぱ、ね、映画ってすごいね。なんか、まあ、映画館で、まあ、見た人いたらわかると思うんですけど、なんかね、映画ってやっぱね、すごいんだよね。ハードコアの方がハンドガンで成績悪いってマジゲ？なんか映画館の音響だと思うんだよね。音響がやっぱね、すごいんだよね。なんかあまり深くは言いませんけど、なんか映画になんか黒いやつが出てくるんですよ。黒いやつね。その黒いやつが出てきた時の音響がなんかビタって止まるんですけど、なんかもう、うわーってなんの。なんか、あまりの、お前、すいかにしろよ、お前ら、今。お前、キルコンファームドはタグ取らなきゃ意味ねえから、俺も6個しか取ってねえけどな。なんかね、うってなる。しかもなんかね、いやーもうそろそろ終わんだろうと思って、あの、今回の第2回目の感想なんですけど、あ、もうそろそろ終わんな、これ、みたいな。なんかちょっといい感じになったし、これもうそろそろ終わるだろうと思ったら終わらないっていうのを7回ぐらいであった。もう終わりだろうと思ったら全然終わらんのよな、この映画。だからフェイトはな、マジ見た方がいい、マジで。本当に老若男女、マジで誰でもいい、見た方がいいよ、本当に。もうフェイト見たことない、もったいない、もう見た方がいい、本当に。もう見てないやつは見た方がいい、もう本当に。ここもう俺の言うこと聞いてほしい、本当に。いいから見てほしい、フェイト。めっちゃ美味しい、この位置。うまい、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 うまい。タグ取るわ。もう湧いてねえだろ。あ、じいじ。タグあんじゃん。マジで見た方がいい。もうね、ちょっとね、次の3回目の映画も、今回はもういい。もうアマゾンだろうがなんだろうが、あるから、アマゾン。売ったりなんか、アベマでやったりしてるからさ。それ見ればいい。ただ、次の映画は、映画館で見ろ。今、フェイト1話も見てないやつも映画館で見ろ。お前、なんかめっちゃ出てるやん、俺。死ね、お前ら、ほら。なんかね、なんだろうな。もうフェイトさ、なんか、どこまで見てればいいですかみたいな。
僕アンリミテッドブレードワックスしか見てないですとか、ゼロは見たことあるけどみたいな、 FGO しかやったことないですみたいな人いろいろいると思うけど、これ忘れてたお前の存在。いいや、この辺に置こう。もうね、おまーんつおまーんつおおまおまーんつおはっワールドチェイスタグ見た方がいい、マジで。もう全部見てから行った方がいい。もうなんかね、どこまで見てれば OK とかじゃない、もう全部見てから行った方がいい。それが一番面白い。2020年春なんだよ、次は。2020年春までに無印ゼロ、何アンリミテッドブレードワークス全部見ろ。1年ちょいある、1年ちょい全部見た方がいい。もうなんかもうどれ見るとかじゃない、もう全部見た方がいい。もうすごい反応、全部見た方がいい。もう俺からなんかどれ見てたらさ見に行けるとかじゃなくて、もう全部見てくれ。もう頼むわマジで、河川からのお願い。フェイト全部見ろ。お前何してる俺の立ってて、一歩間違えれば死亡だぞお前。それ全部見てくれ、もう頼むわマジで、頼む。お前らもういい、もう俺の動画見なくて。もう俺の盾を破壊させるな、自らの手で。お前血で血を洗う戦争見ろ、頼む頼むからフェイト見てくれ。今日それだけだろ、フェイト見てくれだけでコールオブデューティーの動画一本埋めたやついる？全然関係ねえよコールオブデューティー。お前ちょっと危ない、あーごめん、ちゃうね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 、かまへんかまへん。こういるな、ここだ、大丈夫。お前らスルーしたし、眩しいし、今どうなってる？すごい、まわわまわわ、あーどうなってんだよこのゲーム。お前なん全然進んでねえ、はあはあはあ、この試合全然進んでねえ。ちょっと待って、まあハードコア体力30しかないけど、スチームピストルで回復するチャレンジあるから、ハードコアの。お前ら覚えとけよマジ、やってないやつやっとけね。俺ね、なんか俺なヘッドショット稼ぎに行ったはずなんだけど、気づいたら普通に。お前さ、スピットファイヤーでその距離死ぬわ。そりゃそうだわ、ハードコアだったわ。てかもう終われよお前、もういつまでフェ。なんかね、もうなんかねすごい、もう本当にもう見ろマジで。うん、これ以降はこの動画、これ以降ゲームするだけなんで、ちょっと本気でハンドガンのヘッドショットをひたすら狙うだけの動画なんで、大してうまくもないし、ヘッドショットバコバコ取れるわけでもないんで、もうフェイト見るって決めた人はもう帰ってください。もういい、もう見なくても。ただまだ俺は、いや見ないと河川よ。全部で何時間あんねやと。だいたい普通のステイナイト無印のやつお前見ようと思って、お前何年前やそのアニメみたいな。見れへん、あごめん、危なほんまお前の盾強、見てられへんというやつも頼む。俺のこの説得に応じてくれマジで、頼むから見てくれよ、頼む、本当に本当に頼むマジで。なんかね、もうす音響作画戦闘、もう今回も戦闘がやべえ。今回戦闘シーンなんか水にガソリン撒いたみたいな戦闘だったの。色合いが意味わかんねえやつは見ろマジで。以上ですね。最近面白かった漫画買ったんですよね。アハレンさんは測れないっていう漫画を買ったんですけど、内容はですね、距離感を測るのが下手くそな女の子が近づいたり離れたりする漫画なんですけど、ちょっと面白いんでおすすめです。やめて、ビジョンパルスは強いハードコアにおいてほぼ最強、最強の一角マジで。やめてくれマジで。ここにこうやって置いたら効きそうじゃない？よいしょ。あれ面白かったよ。他なんかおすすめの漫画あったら求む。まあお前らにおすすめされても買わないけどな俺は。見ろとか言っといて。今勝ってるこれ。もう俺31だよ目標。おかしくないか、44タグで俺31タグ拾ってんだよ、味方のタグ含め。何かが狂ってないかこの世界は。え
核も悲しき世界だな、お前。なんか普通に殺しちゃうな。ヘッドライン意識しないとな。レインボーシックスシージになるとダメだ、俺。長くね？ぶっちゃけ長い動画だるいだろ、お前ら。いや、俺さ、自分でオクトパストラベラーっていうゲームの動画をさ、ずっと上げてんだけどさ、そんな流行ってないけど。そんな流行ってないって、そんな伸びてない。まあ、ゲーム自体はすごい流行ってるんですよ。流行ったんですけど。上げてるんですけど、よく見るなと思いますよ、俺。あれもう面白いからやってるだけなんだけど、50分ぐらいある動画とか。こ、ま、何をするお主。なんか、50、1時間弱の動画をさ、上げてくれてありがとうみたいな。何言ってんだお前らみたいな。お前もう買ってやれよみたいな。よく見るね、本当に。33キル41です。目標35。ヘッドショットは一体何回出たのか。もう10回も出てないだろ、これ。煙の中出てきたのかっこいいな。ちょっと俺から言いたいことはもうそれだけなんで、まあ、あとは各自自由に各自自由に。ただもうマジで見てほしい、もう素晴らしいものはもう分かち合いたい。お前ひどいな、タグ全部落ちてんじゃん。お前も一人のタグすら取ってねえ。爆発うるさいね、この辺で。それでは See you again、 バイバイ。